皆さんこんにちは。この映像は任天堂スイッチで遊べる注目のインディータイトルを紹介する番組です。それでは早速ご覧ください。白黒になってしまった世界に色を塗ることができる特別な絵筆、みんなをカラフルにするため、あなたは出発します。塗るのも消すのも思うがまま。色を塗ると小さくなる花や跳ねるキノコ、塗ることで冒険の舞台が広がっていきます。時には絵筆を使ったバトルも。特別な絵筆を受け継いできた人たちとの出会い、そして世界が白黒になった理由に近づいていくことに。チコリ色とりどりの物語は2022年配信。輪になった一本道のマップをヒーローがぐるぐると回り続けるループヒーロー。ヒーローは自動で進み、自動で戦闘を行います。そう、プレイヤーはヒーローを操作できないのです。プレイヤーが操作するのはこのマップ。さまざまな効果を持つタイルをマップに配置し、ヒーローを導きます。例えば村のタイルを配置すると、通過したヒーローの体力が回復。墓場を配置すると、そこから新たなモンスターが出現。倒せばより強力な装備品が手に入るチャンス。また山や岩のタイルをつなげるなど、タイルの並べ方で特別な効果が得られることも。マップを一周するごとに敵は強くなり、ループし続けるとボスが出現。倒せば新たなループマップに挑戦できます。回り続けて強くなれ。ループヒーローは配信中。これは引っ越した後の荷物を整理していくゲーム。いろんな部屋を自分好みのレイアウトにできます。制限時間はありません。ぜひあなただけのこだわりの空間にしてみてください。どうやらまた引っ越しがあったようです。実はこれらの引っ越しはある一人の人物が行ったものなのです。荷物によっては趣味や好みの変化が見られたり、変わらずに持ち続けているものがあったりします。どのような生活を送っているのかを想像しながらプレイしてみてはいかがでしょうか。アンパッキングは配信中。仲間と共にダンジョンに挑むローグライクゲーム、リビッドナイト。仲間は宝石に形を変えられ、ダンジョン内に散らばっている。能力はそれぞれ異なり、誰と出会えるかは運次第。どのようなパーティーを編成するかが攻略の鍵となる。ここでより良いパーティーを組むためのアドバイス。仲間はそれぞれ色とマークを持ち、色もしくはマークを揃えることで特別な効果が発動。攻撃力をアップしたり、敵の動きを止めるなど効果は様々。どの宝石を集め、そして手放すのか悩ましくもある。そこがこのゲームの最大の魅力。
最強パーティーでダンジョンに挑め。ビビッドナイトは本日配信。このゲームは少女をゴールまで導くことができればクリアです。まずは少女が進むルートを設定します。スタートさせると自動で進むのですが、監視しているロボットに捕まってしまうとアウト。しかしこのシークバーを動かすことで時間を戻すことができるんです。実はこのシークバー、戻すだけでなく早送りが可能。どうやら特定の動きをしているようです。ロボットに見つからないルートを探しゴールへと導きます。時には猫との協力が必要になることも。ロボットが動かず先に進めない、そんな時は猫のルートを設定。狭い通気口を通り、鳴き声でロボットの注意を引いてその隙に脱出。この不思議な世界、正解は一つとは限りません。物陰に隠れたり、一瞬の隙をついたり、未来を知って過去を変え、少女をゴールに導いてください。タイムライは本日配信。これはごく普通の鹿のゲームです。首を伸ばしたり、二足歩行での全力疾走や住人とダンスを楽しんだり、伸ばした首での移動、もちろん銃も撃てますし、バイクに乗ることだって。さらにはロボットを操縦することも。そう、これはごく普通の鹿のゲームなんです。ごく普通の鹿のゲーム、リアーシミュレーターは配信中。有料追加コンテンツも配信中。時は25世紀、惑星開拓が盛んな宇宙航海時代。貴重な資源を収集すべく未知の惑星探索が始まります。資源探しには酸素が必需品。酸素を確保するための装置を設置しながら、徐々に探索範囲を広げていきます。資源を見つけたら地形ツールで収集。この地形ツール、資源の収集だけでなく、地面が掘れたり整地ができたりと、プレイヤーにとって頼もしい相棒です。集めた資源は新たな設備の材料にも使えます。例えば電力を作るためのソーラーパネルや、移動が便利になるトラクターなど、探索がはかどること間違いなし。地中に眠っている資源も存在し、掘り進めれば広大な洞窟を見つけることができるかもしれません。探索し尽くしたと思ったら新たな惑星へ移動し、まだ見ぬ資源を目指してみるのもいいかもしれません。また最大4人まで一緒にプレイができるので、協力しながらの探索が可能です。あなただけの宇宙開拓をぜひ楽しんでみてください。アストロニーヤは2022年1月13日配信。本日より任天堂 e ショップで予約受付を開始。いかがでしたか？ここで番組の途中ですがお知らせです。インディーワールドの公式ツイッターでは、注目のインディータイトルの情報を随時更新しています。また任天堂スイッチのゲームニュースでもインディーワールドチャンネルがありますので、よろしければチェックしてみてください。それでは引き続きご覧ください。旗までたどり着けたらクリアです。おや、ブロックが邪魔で進めないようです。そんな時は画面を記録します。
問題の場所で記録した画面に戻すと、なんということでしょう。主人公以外は元に戻り、進めるようになりました。そう、このゲームは画面を記録すること、そして記録した内容に復元することでゴールを目指すんです。別のステージも見てみましょう。ゴールに行くには鍵が必要そうですね。早速取りに行きましょう。あれ、届かないですね。このステージも記録がポイントになりそうです。まずはこの状態を記録します。ここで復元すると、はい、無事渡れました。天井から落ちてくるトゲや感電してしまうケーブルなど、ステージは全部で200以上。さまざまな仕掛けを記録し復元することで突破してみてください。フィルメカニズムは本日配信。ここは死者が集う世界。そしてあなたはひょんなことからこの世界の料理人になることに。この世界での食材、それは魔物。巨大なカマキリは丼に、スライムを固めて羊羹にするなど、倒した魔物を料理できます。料理を食べることで空中でジャンプができるようになるなど、特殊な能力を取得可能。より良い食材を求めてさらなる強敵に挑みます。ちなみに料理は7つまで食べることができ、組み合わせによってさまざまな能力が発動。攻撃重視にしたり、守りに特化させるなど、使う武器や挑む相手の特徴に応じて食べ合わせてみてください。目指すは最強の魔物料理人。ダンジョンマンチーズは本日配信。パッケージ版も2022年3月10日発売。ここは王立アナポコ学園。地下世界に救う魔物に対抗すべく設立された士官学校。傭兵や魔導士などさまざまなクラスの生徒たちでチームを編成し訓練に挑む。フィールドではこちらが進むと魔物も動き、ぶつかるとバトル開始。武器や魔法で攻撃、見切りコマンドを使うと敵が誰を狙っているかが分かるのでカウンターを決めることも。学園生活を通じてたくましく成長する生徒たち。そんな彼らも3年が経つと学園を卒業してしまう。卒業あれば入学あり、新入生たちが学園に入学してくる。そんな新入生たち、卒業生は自身の経験を指南書に残すことができる。能力を引き継げるため次の世代ではより強力な生徒が誕生する。世代を超えた力で魔物に挑め。王立アナポコ学園は本日配信。Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. ゲームがない？遊べないということでしょうか？今、このびっくりマークが動きましたね。調べてみましょう。There's nothing to do here. Really? Oh, try not to touch the title. It's kind of a patch-up job.Especially the exclamation point. My title! Stop! これはブロック崩しですね。ゲームなのにゲームを遊ばせたくない。どうやら訳ありのこのゲームプログラム、そこへ
あなたがこのプログラムに干渉することで物語は進んでいきます。I'm not alone. ピンボールを好きな位置から始めたり、ゲームの中の電話を勝手に鳴らしてみたり、Mr. Sherlock Holmes speaking. 他にもゲーム画面の一部を取り外し、剣として勇者に授けたり、何でもありのこの世界で一体このプログラムに何があったのか、ゼアイズノーゲームの本当の意味とは。ゼアイズノーゲームロングディメンションは本日配信。実際に発売されているボードゲームが任天堂スイッチで遊べちゃうレッツプレイオインクゲームズ。収録されているボードゲームは4つ。その中からお絵かきパーティーゲーム、エセ芸術家ニューヨークへ行くをご紹介。このゲームはお題に沿ってみんなで一筆ずつ絵を描いていきます。今回のお題はヤギ。順番に少しずつ絵を描き進めるのですが、実は一人エセ芸術家が紛れているんです。エセ芸術家だけはお題を知らされていません。みんなの絵を見ながら当てずっぽうで描かなくちゃいけません。リターンでお絵描き終了。ここで誰がエセ芸術家なのかを全員で投票します。投票の結果、当てられなかったらエセ芸術家の勝利、当てられたらエセ芸術家の負けではないんです。最後に絵のお題を当てたら逆転勝利できちゃうんです。エセ芸術家はバレないように立ち回りつつお題を見抜く。他のみんなはエセ芸術家だと疑われないように、でもエセ芸術家にお題がバレないように書く。この心理戦こそがこのゲームの醍醐味なんです。さあ、誰がエセ芸術家か分かりましたか？他にも海底から持ち帰ったお宝の得点を競う海底探検や、協力して月面に散らばった物資を回収する月面探検、スタートアップ企業にうまく投資してお金を稼ぐスタートアップスも収録。全てのゲームがオンラインでも対戦できます。レッツプレイオインクゲームズは本日配信。いかがでしたか？次が最後のタイトルになります。どうぞ。
番組は以上になります。今後も注目のインディータイトルを紹介していきますので、お楽しみに。それでは皆さん、良いインディーライフを。